へ入国。宿にチェックインしました。今回は鈴木から低予算で東南アジアを周遊する。とりあえず両替所へ。カオサン通り近辺は賑やかですね。さすがバックパッカーの聖地。両替所に到着。レインボーエクスチェンジ。カオサン通りのここにあります。レートが良いと聞いたので両替完了。マイダーリン、インザガーデン。場所はここ。カオサン通りがここ。タイ料理のお店。シンハビールの S オーダー。100バーツだと400円くらいかな。パッタイ170ドルも。S サイズでもこの大きさ。いただきます。麺がもちもちで美味しい。170バーツだと700円くらい。日本とあまり変わらないな。宿に戻ってきました。寝具はこんな感じ。帰りにセブンイレブンで買ったハイボール。長時間のバス移動でヘトヘト、ぐっすり寝れました。翌朝、サービスの朝食。快適な宿とは言えないけど、スタッフさんがフレンドリー。ごちそうさまでした。タイでもグラブバイクを使います。グラブバイクで、カヤータイの駅まで来ました。ガード下には、美味しそうな屋台。カヤータイの駅から空港へ電車で行ってみます。ARL エアポートレールリンクに乗ります。チケットを買います。Thank you.
45バーツを投入しました。コインのチケット、チェックゲートを通ります。タッチで通過。日本語のインフォメーションもあります。スワンナプーム国際空港、新しくて綺麗でした。次はツアーを申し込みに行きたいと思います。空港から市街地へ戻ります。異国の風景を眺めるだけでも楽しい。エアコン効いているし、ヘッチャブリ駅で降りました。改札を出るときにコインは回収されます。MRT に乗り換え、シーロム駅へ向かいます。MRT は、ブルー以外にも、いろんな色の路線があります。このマークを頼りに進みます。表示された金額を投入。お札が使えない。カウンターで買えました。
日本語で申し込めます。一人でも OK。 無事ツアーを申し込めました。明日が楽しみです。宿のあるカオサン通り近辺へ戻りました。お腹が空いたのでご飯にします。タイといえばトムヤムクン、眠トムヤムクン。場所はここ、カオサン通りがここ。ガイドブックにも載っているお店。スウェーデンのトムヤムクンとシンハビールをグラスではなくプラカップ。ビールの値段忘れました。トムヤムクンは150バーツ600円とちょっとくらいかな。いただきます。スープが絶品。香草の香りは強いので苦手な人は。ごちそうさまでした。露店で唐揚げを買いました。たっぷり入って50バーツ、200円くらい。場所はこの辺りでした。先ほどのネムトムヤムくんの近く。宿に戻りました。宿のテラスで先ほどの唐揚げを。チリソースも。これで50バーツは嬉しい。明日は現地ツアー、早めに寝ます。次回に続きます。このチャンネルでは、旅に必要な情報をコンパクトに配信しています。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。